私いっぱい学ばせてもらってるの。この人ならきっと英雄の名にふさわしいよ。そのことは聞いてるよ。すごい勢いで有名になったって。異邦人なの？うん、オイラたちは中に来た旅人だ。いや、古名が必要なのが異邦人だなんて聞いてなかったんだけど。え？隣人様から聞いてないの？うん、新しい協力者が現れたけど、その人の身の安全を守るためには新しく古名を作らなきゃいけないとしか。古名を作るのはかなり難しいって言ってたから、うちの腕を信用してないのかと思ったんだけど。難しいってそういうことね。怒ってる？別に、もう慣れっこだしね。ただ、ちょっと頭を冷やしたいだけ。いつも難題ばっか吹っかけてくるから、毎回喧嘩ばっかなんだ。面と向かってやりとりしないのは、かえって効率的かもね。あいつがいないってことは、喧嘩になる可能性は根本的に排除されてる。だって、あんたたち相手に怒るわけないでしょ？でも頭はわかってるけど、やっぱムカつくわ。異邦人に米を作ることなんてできないってわかってるくせしてさ。え？そうだったのか？はぁ、エンジンは強いのにあんまり尊大なイメージもないし、優しいやつだけど。でもそのグラスバーバってやつは、偉いからって人を無視するなんて、さすがにひどすぎるぞ！みんなすごいすごいって言うけど、結局返信もしてくれなかったんだぞ。来ないなら来ないって言ってくれよ。おいらはそんな年寄りには絶対なりたくないぞ。へえ、そんな風に思ってるのね。うわあ、誰だ、急に耳元で喋るなよ。年寄りのおばあちゃんなんだから、耳元で囁くのが精一杯でもしょうがないでしょ。か弱い老人が他にどうすりゃいいっていうの？シトラリ？お前がシトラリか？お前って、グラスバーバじゃないのか？グラスバーバって、重要なのは黒曜石であって、老婆じゃないの。小説でもよくあるでしょ？見た目は若いおじいさんとか、見た目は少女なのに百戦錬磨の英雄だとか。子供の体をした魔法使いとか。何その顔。こんなおばあちゃんは見たことない？別に若作りじゃないのよ。ほら、厚化粧もしてないでしょ。失礼だけどさ、いくつなんだ？まあ、レディーに年を聞くなんて本当に失礼ね。悪かったぞ。あまりにも変わってるからさ、謝りたかったのに、話せば話すほど混乱して、おいらお前がもう来てくれないと思ってつい頭に来ちゃったんだ。名園の主のもののようだな。なぜこんなところに一人で暮らす？離れた場所で静かに暮らすのが好きだ。君がファデュイのお偉いさんか？そう表現しても間違いではないな。人を探しているのだ。お前も耳にしたことがあるかもしれん。シトラリという人物だ。ばあちゃん？よそ者が一体なぜ？ああ、聞いたことはある。彼女に何か用か？情報を隠そうとしているな。お前に聞いても仕方がなさそうだ。教えてくれる気はないのだろう？それは言えんな。自分のやり方で探させてもらう。一体なぜ？まさか、ファディとばあちゃんの間に何か関わりでもあるのか？何か企んでいるのかもしれない。ついていって確かめないと。また会ったな。
カチーナから状況は聞いた。シトラリに手紙を届けて説得してみる。ちょうどスピリットストーンの件は説明して謝らないとって思ってたしな。厄介事を任せちゃってごめんね。シトラリとの付き合い方を分かってるのはあんただけだからさ。気にしないでいい。みんなエンジン様の計画のために頑張ってるんだからな。それにナタの状況がどれほどひどいかってことはここにいる全員が知ってる。ってことはカチーナと旅人も知ってるの？うん。過去の英雄が目の前に出てくるのを見たとき、モアラニちゃんはたくさんの記憶と知識が頭の中に入ってきたって言ってた。こっちに戻ってきた後、エンジン様はみんなに八神の国の状況とか、どうして英雄が急に現れたのかについて全部説明してくれたの。そうだったよな。で、エンジンが6人の英雄の話をした時、すでに認められた4人の中にシロネンの名前があったんだ。そういうことなら腹を割って話せるね。たとえ現状が悲惨でも一緒に進んでくれる仲間がいるっていうのは心強いかも。もう一つ情報がある。あの時競技場で隊長を助けた人物についてだが、ほぼ目星がついた。名園の主の出身でオロルンってやつだ。普段は集落を離れ村外れで一人で暮らしている。だから今回の失踪についても部族の者たちはずっと気づいていなかった。シトラリが気づいた頃にはすでにかなりの期間誰とも連絡を取っていなかったらしい。シトラリもそいつを知ってるのか？ああ、オロルンは孤児で名園の主の族長と親切な人たちによって育てられた。だが小さい頃から変わったやつだったそうだ。変わったやつって？キーニチが届けてくれた手紙を読んだ時点で来るって決めてたの。でもそう決めたならわざわざ分かったって返信する必要もないでしょ。直接来ればいいわけで。でも出かける前にちょっとしたトラブルに遭っちゃって、よくあることでしょ。でようやく着いてみたらみんな私より早く来てるし、気まずくて出るに出られなくなっちゃったの。さりげなく登場しようと思ったけど、みんなはもう話し始めてるし、どのタイミングで謝ればいいかわからなくて。しかもよくよく聞けば私の悪口を言ってるじゃない。どうしようかと思っちゃった。ふん、とにかくそういうこと。グラスバーバの葛藤なんて知らなくていいけど。ばあちゃん、なんでそんな顔するんだ？さっきのが気まずかった反応かよ。あ？動かないで。何かいるわ。え？なんだよ。おいらを脅かさないでくれ。大丈夫か？知りなさい。はい。八神の国から帰ってきた君の体には、魂の残留物がついてたわ。もう払ってあげたけど。ふえぇ！幽霊を、ちょっと、連れて帰ってきちゃったってことか？みんな、準備はいいか？我々は今、悲惨な戦争に身を置いている。勝利をこの手につかまんとする意志を私に見せてくれ。犠牲をなくし苦痛を断つために。血が尽きる前に水石で歯を研ぎ小さき明かりを残せ。さすれば炎はナタの全ての眼差しとつながる。苦恩の暗闇さえも我々を分かつことはできない。
泥まみれの水石、こだまするテペタル、集い、散り、燃え尽き、よみがえり死ぬ、神聖の炎のために黎明の一角を見せよ。火山を踏破し太陽をつかむ英雄、冠を授ける烈焔、きらめく光は聖画のごとく、我が最初の一歩を導きたまえ。すべてを見通す者は己の死を予言できたことを喜び宴を開く。今こそ肉と骨と杯を掲げ、力を尽くした英雄の望みが叶ったことを祝して、最後の歌を聴かせよう。王術の灯火は燃え盛り、宝魂の烈焔に至る。すべては振り返らぬ命のため。我々のすべての所業を必ず炎が審問するだろう。我が生涯の苦難を墓碑に刻んだ。それを有していたことと、それを超越したことを記念するために。時空を超えし英雄たちよ、機は熟した。我々は団結し、大炎の洗礼を受け、祝福された孤名を手に、力の真の意味を知り、剣心の定めをたどって、やがて超越の炎を迎える。ナタのために、ナタのために。ハボリムの名において野良者の戦争の開幕を告げる。終戦まで半盆の歌があらゆる命を守ることを誓おう。今日はひどくなる一方だ。まずはここを守り、民の安全を確保しよう。虚無と混沌、これがアビスか。今が最大の好機だと奴も理解しているようだ。成果はどうする？マービカがもう向かってる。Hmm.